はい、フレックスライトターボ、今年のプレセボは、フレックスライトターボという新しい素材に変わりました。はい、どうかそのフレックスライトターボは、PVC シートが新しくデッキが変わり強くなって軽くなっています。そしてボトムのカーボンが追加されて跳ね返りの強さが約 20% 反発が強くなっています。その反発の強さを実際に、ここでテストしてみたいと思います。ボードが体重を乗せます。そうするとこのようにしなりがすごい反発がすごく強く感じられます。まあ、ボード自体このようにしなるのはこの動画で見てもらえると思います。どうでしょう、これぐらいボードの跳ね返りが強くなってます。もう普通のボードだと乗るとボードが壊れちゃいますけど、このボードの上に乗っても大丈夫かもしれないです。フレックスライト、ぜひお試しください。